はい、菊蔵です。今年は5月に全日本剣道演舞大会京都で行われる通称京都大会に、参加することにしましたので、久しぶりのコロナ禍での開催ということで、なかなか全国の皆さんも参加したくてもできないというような、会になると思いますが、参加を決めたからには、菊蔵頑張ろうと、本格指導いたしました。まずは長身先生との地稽古なんですが、小手と面を中心に、とにかく線をかけて前に出るということを意識して、稽古しています。線をかけていきたいところなんですが、ここのところは見すぎてしまっています。続いて、深くグッと入り込んで、相手の手元が上がった瞬間に小手を捉えようとして打っています。相手先生も手元があまり上がりませんでしたので、ここは小手入っていませんが、中心を攻めて、時には遠間から、時には今みたいに深く入って手元を押さえるというような形でやっています。今みたいな面は良かったんではないかなと思っていますが、その後しっかりとこう線を取っているのに、攻めきらず下がって相手を引き込んでしまっていますので、この辺りが反省点になると思います。この後苦し紛れのジャンプ面を打って反省しております。続いて七段先生との地稽古なんですが、先ほど私が打ったようなグッと入って小手、相手の手元を狙った小手、これよく私手元を上げてしまうので、この先生に打たれてしまいますが、この時はかなり我慢しています。本当半歩ちょっと引いているんですけど、この後は剣先を動かさないぞという気持ちで前に前に、圧力をかけていっています。この辺りの攻めは、多少上下動頭は動いてますけど、攻める気持ちは良かったんではないかなというふうに自分で思っております。次は払って溜めて面ということで、払ってすぐ面を打ったり、払ってすぐ小手面を打ったりしますが、ここでは触れて下に回して、払ってから少し溜めて面を打っています。あまり感心する技ではないですけども、積極的に前に攻めていくという形を出しています。続いて大学生との稽古で出した小手面なんですが、ここ相手が左に移動しています。その瞬間に小手面を放っています。同時に出るとスピード負けしてしまうこともありますが、年配だからこそのこういった相手の動きをよく捉える、そこを抑えていくというのはいい傾向になるのではないかと思います。